この動画のゴールはドラクエの序曲をベタ打ちするところまでです。こんにちは、マツケンです。リアルなファミコン音源による打ち込み方法の第2回目ということでやっていきたいと思います。前回の動画第1回目では環境の構築とドレミファソを鳴らすところまでをやりましたが、まずはその前回の第1回目の補足をしたいと思います。前回の第1回目の動画でこの MCKW 立ち上げた時に内蔵 NPNEZ で演奏する最優先というところにチェックを入れていたかと思うんですけれども、これチェック入れた状態だとコンパイルをするたびに自動的に再生されるんですけど、より理想的な方法として前回も説明した NSF プレイというプレイヤーで演奏できるようにした方が便利なので、この内蔵 NPNEZ で演奏するというもののチェックを外し、代わりに関連付けられたプレイヤーで自動演奏というところにチェックを入れます。こうするとコンパイルしただけでこの NSF プレイというプレイヤーで自動的に演奏が行われます。そしてこの NSF プレイというプレイヤーの便利な使い方も紹介しておきます。この5つのボタン、再生だったり一時停止だったりのボタンがキーボードの Z から B、ZXCVB に割り当てられているので、 V を押せば停止するし、 X で再生して C で一時停止だったりができます。あとこのシークバーですね、曲の任意の箇所に飛べるっていうところもオーディオファイルのプレイヤーほどサクサクとは飛べないんですけども、一応これをドラッグすることで任意の場所に飛べはするんですけれども、ちょっと動きがスムーズではないんですよね。その時にこのシークバー領域が選択されている状態の時にキーボードの左右の矢印ボタンで右を押せば早送り、左を押せば早戻しって感じですね。でできますので、この5つのボタンのキーボードショートカットとシークバーを左右の矢印で操作できるというのを覚えておくと便利かと思います。ということで第2回目として進めていくんですけれども、まずは音楽的な部分のおさらいをしておきたいと思います。これは MML を書く上でとても大事なことにもなってきます。本当におさらいなんですけれども、音符の長さですね、ここに全音符から16分音符まで書かれておりますけれども、大事なのは1小節に音符が何個入るかっていう概念ですね。で表紙にも4分の4拍子とか4分の3拍子とかいろいろあるんですけれども、最も多く使われているのは4分の4拍子ってところで、4分の4拍子で説明をしていきたいと思います。4分の4拍子っていうのはもう本当に音楽の基礎のお話になってしまいますけれども、分母の4っていうのが四分音符、分子の4っていうのが何個分かってとこですね。なので4分の4であれば1小節に四分音符が4個入っている、4分の3拍子であれば1小節に四分音符が3個入っているってところですね。で音符の長さも四分音符の半分の長さである8分音符であれば1小節に8個入るということになりますね。このあたり MML 書く上で頭の中を整理する上でとても重要になってきます。まずはこの概念を最近楽譜に触れてないなみたいな方は思い出してみてください。そして連符というものもあって、まあ一番よく使われるのは3連符、四分音符1個分を3連符とするっていうのがよく使われると思うんですけれども、それはこういうものですね。4分の4拍子であれば1小節の中に3連符の音符が12個入ることになります。そして引き続き音楽の基礎ですけれども、普天音符というのもあって、例えばこう2分音符の横にドットがついている普天2分音符は、これ長さがその音符の半分の長さの音符をさらに足すっていうふうにいつも捉えてますけれども、あるいはその音符の 1.5 倍の長さになると捉えてもいいかもしれません。なので普天2分音符であれば自分自身の2分音符に対してその半分の長さである四分音符をさらに足すと、なので2分音符プラス四分音符の長さになる、4分の4拍子で言えば3拍分になりますね。普天四分音符であれば自分自身が四分音符で、その半分である8分音符をさらに足すということなので四分音符プラス8分音符という形になります。このあたりも MML でも重要になってきます。そしてファミコンの音源の基本的な仕様についても説明します。基本的には DPCM だったり拡張音源だったりを除くと1チャンネルか4チャンネルの計4チャンネルですね。1チャンネルと2チャンネルがパルス波と呼ばれるもの、3チャンネルが三角波、4チャンネルがノイズ、一旦これを覚えておいてください。はい、ではまずこの第2回目というところで前回取り扱った MML ファイルですね、前回はコピペしただけのドレミファソだったんですけれども、そこに書かれているドレミファソ以外の部分の要素ですね、そこの説明からいきたいと思います。まずこの1行目のシャープオートバンクスイッチから始まるもの、これはまあおまじないのようなものとして必ず書くようにしてください。ある程度の長さの曲を打ち込む場合に必要なものになってきます。というところでドレミファソ以外の部分のこの行の説明ですね、まず一番左のこのアルファベットの大文字の A、 これはこの行は1チャンネルのパートのことを記述しているよということを言っています。1チャンネルから4チャンネルを ABCD のアルファベットの大文字で示すことになりますので、例えば行の最初にアルファベットの大文字の B が書かれていれば、その行は2チャンネルのパートを示しているということになります。で次 T120、 これはテンポ指定になります。よくまあ楽譜なんかで左上の方に四分音符イコール120、まあ、四分音符イコール120っていうのは1分間に四分音符が120個あるような速さという速さのことですね、そちらを指定していくものになります。
ります。 T120 と書いてますけれども、これはまさに四分音符イコール120、1分間に四分音符が120個演奏されるテンポとなります。ここでもう今のうちに説明しておくんですけれども、テンポの記述方法にもう一つありまして、この今の T120 っていうのがまあ一番分かりやすい四分音符イコールの形で書くんですけれども、ファミコンの内部仕様上この記述方法だとループ再生した場合などにちょっとずれたりすることがあるんですね。これはファミコンの内部仕様に関わるところなので詳しいことは割愛しますけれども、結論としてテンポに関してはもう一つの技術方法をすることをお勧めします。もう一つの技術方法というのがこちらに書かれているようなアット T というものを用いるものになります。これも詳しく説明するとかなり長くなってしまうので、基本的なところだけ覚えていただければと思います。ここで同じく四分音符イコール120について考えるんですけれども、これをアット T1 カンマ120と記述すると T120 と書くことと同じことになります。これはまあなんとなくで聞いていただければと思うんですけれども、フレームという概念が出てくるんですね。1秒間を60分割して1フレームイコール60分の1秒という世界で物事を考えます。ここの @t1 カンマ120というのは t の1が、これ後でも説明しますけれども、全音符すなわち四分音符4つ分という意味を表しています。でこのカンマ以降の120っていうのは120フレームという意味なので、全音符を120フレームかけて演奏するテンポとしてくださいということをこちらは示しています。先ほど1フレームは60分の1秒と言ったので、120フレームは2秒ですね。全音符を2秒、すなわち4分の4拍子であれば1小節全音符が2秒かけて演奏される。これは計算すると分かるんですけども、四分音符1個あたり 0.5 秒になるので、1分間に四分音符が120個、すなわち四分音符イコール120のテンポと同じものになります。まあ、だいぶ算数が出てきましたけれども、結構この後も算数的な概念は登場します。ではこの四分音符イコール120以外のテンポをこの @t コマンドで実現する方法なんですけれども、 @t1 カンマってところまではもう固定してしまいます。 x の値を指定することに望みのテンポを指定するというところで、 @t1 カンマ x というところの x の求め方ですね、この計算式になります。 t 分の 14,400 イコール x となるような x、 この t が四分音符イコールで指定するテンポですね。例えば四分音符イコール100というテンポを指定したい場合は、 t に100代入すると x が144になりますので、@t1,144と記述すれば良いことになります。で、この記述方法でズレなどを生じさせないためには x の値を整数にする必要があるので、逆に言えば任意の t の値は取れないということにもなります。なので四分音符イコールなんちゃらのそのなんちゃらの値が必ずしも x が整数にはならないということになるので、厳密にズレなどを防ぐのであれば近似した x の値で代用するという形になりますね。例えば四分音符イコール110のテンポとしたい場合、 t に110を代入すると x イコール130.909と整数にはならなくなります。このような場合は導かれた x の値に近い整数値、この例では x イコール131、すなわち @t1 カンマ131と指定することで t イコール 109.923、 すなわち四分音符イコール 109.923 というテンポであれば実現できるので、四分音符イコール110は実現できないが 109.923 という値により110に近いテンポとして代用することになります。ちなみに @t じゃなく t 指定であっても、まあ、ずれないこともあるので、それはそれで良しとして、どうしてもこのテンポにしたいというのがあるのであれば、普通の t コマンドで t130 なんとかみたいに指定すると良いと思います。でこの MML に戻りまして、でついでなので @t コマンドに書き換えました。1すなわち全音符を120フレームすなわち2秒かける、すなわち四分音符イコール120のテンポというふうに書き換えておきました。で次この V12 ですね。 V はベロシティの頭文字なんですけども、ベロシティっていうのは音の強弱と捉えてください。 V の後ろの数字が大きいほど大きい音が鳴るということになりますね。でファミコンの仕様上あまりたくさんのバリエーションが取ることができず、 V の次に取れる数字は0から15の16段階だけとなります。15が一番大きい音量で、ここでは V12 と指定しているので、ファミコンの中でいう割と大きめな音量をここで指定していることになります。次この @1 というところ、これはこの1チャンネルパートにおける音色を示しています。先ほどのファミコンの音源仕様の話に戻りますと、1チャンネルと2チャンネルはパルス波と言いましたけれども、その1チャンネル2チャンネルはそれぞれ4種類の音色を出すことができるんですね。デューティー比と呼ばれるもので、そのパルス波のデューティー比が 12.5%、 25%、 50%、 75% という4種類の音色を出せることになります。ただしこれはネスバンドの説明でもしましたけれども、 25% と 75% の音色は単体で聞いた場合に聴覚上の区別がつかないものなので、厳密に言うと1チャンネルと2チャンネルでデューティー比 25% 同士でユニゾンで全く同じ音を重ねるみたいな時に干渉するっていう話になってくると、 25% か 75% かで違ってくるところはあるかもしれないんですけれども、とりあえずそれは置いておいて、実質上3種類の音色と捉えていただければと思います。
でこちらに戻りまして、アットの次に続く数字は今の説明の4種類ですね、0から3の数字を取ることができて、アット0とすると 12.5%、 アット1が 25%、 アット2が 50%、 アット3が 75% となっております。なのでここではアット1としているので、デューティー比 25% のパルス波という音色を指定していることになります。で続きまして、こちら O4 と書いてあります。 O はオクターブの頭文字ですね。これはオクターブ指定となります。ドレミ波素といっても、どの音域のドレミ波素、低いドレミ波素だったり高いドレミ波素、いろいろあるんですけれども、ここではオクターブ4という場所のドレミ波素を鳴らしてくださいということを指定していることになります。なのでここの数字を変えればオクターブ単位で音の高さが変わります。でこの最後のところですね、これ L8、 これ小文字の L です。L8 と書かれていて、この L はレングスの頭文字だと思うんですけれども、8、すなわち8分音符の長さを指定しています。ここで音符の長さの話が出てきましたけれども、先ほどの音楽の基礎のお話に戻って、全音符から16分音符までの中で、この MML では例えば4分音符であれば4、16分音符であれば16、2分音符であれば2という感じで数字で指定するんですね。なのでこの L8 というのは8分音符を示していて、かつこの L コマンドというものは、ここ以降で登場する長さが省略された音符に関しては全てこの音の長さで再生してくださいという指定になりますので、ここで L8 と書かれている以降、この CDEFG ドレミファソは全て8分音符で演奏されるということになります。ここですみません、ちょっと順番が前後してしまったんですけれども、 MML での音の長さの記述のお話ですね。例えばちょっといろいろ打ち込んでみます。ちょっと見やすいように半角スペース入れますけれども、ちなみに MML はスペースは無視されるので自由に打ち込むことが可能です。例えばここにドレミファソの後ろに数字をくっつけてみましたけれども、これはドが1すなわち全音符の長さ、レが2すなわち2分音符の長さ、ミを4分音符の長さ、ファを8分音符の長さ、ソを16分音符の長さで演奏してくださいという指定になります。なのでこれコンパイルしてみると、ドが長いですけども、だんだん短くなりましたよね。という感じで音符の長さをこの後ろの数字で指定するんですけども、例えば16分音符ばっかり続くところを全部の音符に16、16、16って書くの大変なので、そういう時にここで L コマンドを使って、例えば L16 にすればドレミファソファミレドレミファソファミレドみたいに打つだけで、これ全て16分音符になりますので、入力を省略することができます。これは便利です。まあこれ使い方としては、曲の箇所によって16分音符が多発する場所のところでは L16 をあらかじめ打っておく、でちょっと曲を落ち着いてきて四分音符が多くなるような部分では L4 としておくみたいに使い分けています、はい、というところでおさらいも兼ねまして、実際に音を聞いていただいた方がいいですね。まずテンポが変わるところをご覧いただきましょう。この @t コマンドだとこの120の部分を書き換えるわけなんですけども、これちょっと最初分かりづらいんですけど、数字がここの場合は小さいほど速くなるんですね。なぜかというと、全音符をここに書かれた数字のフレームをかけて演奏しなさいということなので、ここの数字が小さい、すなわち短いフレームで演奏するっていうのはすぐ進むことになるので、ここの数字が小さいほどテンポは速くなります。まず第1回の通りの音を聞いてもらいます。こうでしたね。これに対してこの120の部分を例えば半分の60にしてコンパイルするとテンポが倍になりました。ではここ120に戻して、今ベロシティ12だったんですけども、これを例えば2とかちっちゃい値にしてみます。まあ、だいぶちっちゃかったですけれども、ここで音の大きさを選びます。で音色をまずアット0すなわちデューティー比 12.5% の音です。これですね。で、アット1がデューティー比 25%、 アット2がデューティー比 50%、 はい、こんな感じです。じゃあアット1に戻しておいて、で、オクターブ指定ですね。今4がこの音程だったんですけども、例えば6とかにしてみるとすごい高い音になりましたね。逆に3にすると低いオクターブ指定になりましたね。で続いてこれ、今8分音符でドレミファソを演奏しなさいよってなっていたのを16分音符にすれば、まあ、早く演奏されましたね。他にもこれは次回以降の動画になるんですけども、いろいろなコマンド指定はあるんですけれども、最も基礎となる部分をここではご紹介しました。でここで3連符を使う機会も多いと思いますので、連符の話もしちゃいます。連符を指定する場合はこの形のカッコですね、まあ正式名称なんていうのかわかんないんですけども、このカッコを使ってその中に音符を入れることになります。例えばドレミと入れてここに4と記述する、これは四分音符の長さでドレミという3つの音を再生してくださいということになります。なのでこれが一般的な3連符となります。でもうお分かりいただいたかもしれないんですけども、ここ8にすれば8分音符の長さでドレミを演奏するということが実現できます。でこのカッコの中には自由な数の音符を入れることができますので、例えばドレミファソと5つの音符を入れれば5連符になります。6つ入れれば6連符ですね。で2拍3連というリズムありますよね。2拍で3つの音を演奏する、それはどうなりますかね。はい、それはまず3連なので3つの音ドレミというものを、ここを
2分音符ですね。2分音符分の長さでドレミと演奏するということになるので、これで203連になります。音も聞いていただきましょうかね。じゃあドレミファソのこの真ん中の3つを3連符にしましょうか。でこのカッコの後ろに4とか8とか記述するって言いましたけれども、これも L コマンド、省略コマンドが有効になりますので、 L コマンドで例えば4と指定していれば、このカッコの後ろの数字は省略することができます。なのでこれでちょっと演奏してみますという感じで、最初の音と最後のソが四分音符で、真ん中のレミファが四分音符1個分の3連符で演奏されました。でこのチャンネルの打ち込みの記述方法についての説明もしておきます。アルファベット大文字の A が1チャンネル、アルファベット大文字の B が2チャンネルを示すんですけれども、例えば1チャンネルでドレミファソソファミレド、2チャンネルでミファソラシシラソファミというものを演奏したい場合に、まず1つ目の記述方法としてこういうふうに記述することができますね。これはちなみにこう書いても大丈夫ですし、この後に、続けざまに書いても大丈夫です。なので単にここは見やすさですね。このテキストエディターの中で、あまりに右の方に行き過ぎて見にくくなった時に開業しておくみたいな使い方をすると良いと思います。で開業した場合重要なのが、必ず行の頭にはそのパートのアルファベットを書くようにしてください。これを忘れてしまって開業するとコンパイルのエラーが起こります。はい、それではこの説明に戻りまして、大事なのがこの書き方だと A すなわち1チャンネルをまとめて書いていて、 B すなわち2チャンネルをまとめて書いてるんですけども、時間は初めてその大文字アルファベットが登場したところを曲の頭とするので、これはどういうふうに演奏されるかというと、ドレミファソとミファソラシが同時に演奏されることになります。その点は注意ですね。でそれ以外の書き方としても、それぞれの大文字のアルファベットのパートの記述は他のチャンネルの記述は無視して考えられているので、あくまでその順番で書かれている、例えば B であれば B の記述の合間に A の記述が書かれていても、それは B にとっては関係のない話なので、こういうふうに A と B をまとめてドレミファソミファソラシっていう最初の曲の冒頭の部分を書いて、その後また A と B をまとめて続きであるソファミレとシラソファミみたいなものを書く、こういった記述方法をすることもできます。ただ、私のやり方は1個目ですね。1つのチャンネルは1箇所にまとめて書いた方が分かりやすいかなと思います。で記述方法の補足として、半角スペースは自由に打つことができるので、見やすさのために、例えばドレミファソファミレで、これで一小節分になりましたけれども、ここで続きを打つときに、なんか続けざまで打つと後で自分で見返してわけわかんなくなっちゃうんですよね。なので例えば小説の合間にこのスペースを入れるみたいなことをやると見やすくなって良いかなと思いますので、スペースも有効活用してみてください。でもう一つ重要なところとして、オクターブ指定、先ほど O コマンドを使って O4 とかでオクターブ指定の話しましたけれども、曲の合間でオクターブが変わることってもちろんありますよね。そこで1回1回 O コマンドを使って O5 とかにすることもできるんですけれども、それよりももっと直感的なところとして、大なり小なり記号を使うという方法をお知らせします。例えばこれ例となる楽譜があるんですけれども、シとドの間にオクターブの切れ目があるということをまず頭の中に入れてください。でそのシとドをまたぐときには、オクターブ指定のことを考えてあげなければ望みの通りにはならないよということになりますので、例えばドレミファソラシドレミファソみたいに単純に上昇したいなっていうときに、ドレミファソラシドレミファソみたいに打ってしまうと、シとドの間に境目があると言いましたよね。なのでこれで演奏するとという形で、ドレミファソラシの次のドがまた下のドになってしまいましたね。これはオクターブの指定をしてあげないと、一つのオクターブの中で閉じてしまうからなんですね。なので上昇することを実現したい場合は、このシとドの間に大なりですね、こちらのコマンドを入れるとオクターブ上に上がります。なのでこれ演奏すると、はい、無事上のオクターブまで行きましたね。でこの記号の逆側ですね、逆側を押すとオクターブ下がるので、例えばソファミレドシラソファミレドみたいに下がりましょう。ソファミレドで、ここでシとドの境目を通るので、この小なり記号を挟んでシラソファミと、こういうふうにやれば下がりましたね。じゃあここでちょっと練習問題です。ここに示しているような楽譜を打ち込む場合はどうすればいいでしょうか。ラシドレレドシドとなってますけれども、まずシとドの間に境目があると言いましたね。なのでちょっと赤線を入れてみましたけれども、こんな感じで境目があるという形になります。この最後のところのシからドにかけては、シとドの境目が間に2つ挟んでることになるんですよね。こういう場合には先ほどのオクターブ指定のコマンドを2つ打てば良いことになります。なので答えはこちらですね。まず最初のシとドの間に上へのオクターブ変更を行うので、大なり記号の方ですね。で続いてこのレからレにかけてのところは1オクターブ下がる、下側に行くので小なり記号、レドシと、またここでドとシの間で下に行くので小なり記号で、この最後のシからドにかけては2段階オクターブが上がるので大なり記号を2つ記述すると、そういう形になります。はい、ということで記述するとこんな形ですね。演奏してみましょう。
はい、ちゃんと楽譜通りになりましたね。それではもう一つ練習問題やってみましょう。ですいません、ちょっと順番もっと早めに説明すればよかったんですけども、シャープとかフラットの説明してませんでしたね。シャープとフラットは割と簡単で、シャープがプラスでフラットはマイナスを指定してあげれば良いことになります。例えば B マイナスと書けばシのフラット、 G プラスと書けばソのシャープみたいな形ですね。はい、ということで練習問題2番をやってみたいと思います。こちらの楽譜を MML で入力してみましょうというところで、まずはこのレングスコマンドを除いてバカ正直に入力してみましょうかね。練習も兼ねて、最初ミのフラットなのでE のマイナスで四分音符ですね。でファのシャープなので F のプラスで四分音符で、続いてラの四分音符で、これ注意してください、シとドの間を越えてドに行くので、ダイナリ記号を入れてからドの四分音符ですね。で見やすいようにちょっとスペース入れておきましょう。で次八分音符の素が2つ続きます。 G8G8 ですね。で休符はどうするかってところですね。音符の休みの部分ですね。これは R コマンドを使用します。 R はレストの頭文字ですね。これはもう音符を入力するのと同様で、 R4 であれば四分休符だし、 R16 であれば16分休符みたいに、休符を入れたいところに R8 みたいに打てば良いことになります。で続いて16分音符でまずファミなので、ファの16、ミの16で16分休符なので、休符は R でしたね。なので R の16と、でドの16分音符なのでド C の16と、でオクターブ上に上がってダイナリで、レの8分音符なので D の8で、最後これ付点がついてますね。最後ドの付点四分音符なので、付点の音符に関してはドットを打てば良いことになります。なので付点四分音符であれば4ドットと打てばいいわけですね。でこれ最後のドが付点四分音符なので、ドの四分音符のドットですね。付点はドットでしたので、これ演奏してみます。というところで今ミスってしまいましたね。すいません、今素でミスりました。でもこれミスを修正するというのも大事ですね。今だいぶ最後高くなってましたよね。それなぜかというと、オクターブをミスったからです。この1小節目の終わりのドから、2小節目のソに移るにあたってシとドの境目がありました。なのでオクターブの指定を1個下げてあげなきゃいけなかったんですけれども、このオクターブを下げないで C の4から G の8に飛んだので、ドより上のソに行ってしまったんですね。なのでこれを改善するためには、ここに小なり記号を入れればいいことになります。これで再生してみます。はい、無事演奏されました。で今バカ正直に全部の音符に音の長さ入れたんですけれども、レングスコマンドを使ってより楽をしましょうっていうところで、最初は四分音符が続くので L4 を指定しておいて、その分ここの4を省略することができますね。で8分音符が出てきますけれども、ちょっと登場するぐらいなので、こういう場合は88みたいに全部記述してしまってます。でここで16って結構打ち込むの面倒なので、ここで L16 と指定してあげれば、ここの L は省略することができます。休符に関しても同様、こんな感じで省略できます。で最後0どうですね。でちなみになんですけれども、付点音符、付点に関して、例えばここにレングスコマンドで L4 と省略していれば4を省略できるって話なんですけども、これも付点がついてても同じです。なので L4 と書いていて、その次にドットだけがついていれば4と指定しているので、これは自動的に付点四分音符となります。なので今いろいろ書き換えましたけれども、これをコンパイルしても同じ音が再生されました。で今日の総括として、せっかくなので曲を打ち込んでみようというところで、ドラクエの序曲の曲の頭の部分を今から打ち込んでみたいと思います。で MML ファイルをゼロからまた書くのも面倒なので、第1回目の動画で扱った CDEFG.mml というものをコピーして使いましょう。こちらをコピーして、ファイル名を、そうですね、序曲なのでオーバーチュアとしておきましょう。これおさらいになりますけども、 MCKW というアプリにこのオーバーチュア .mml をドラッグ&ドロップすると自動的にメモ帳で立ち上がります。ではここを書き換えていきましょう。こちらがドラクエの序曲の楽譜なんですけれども、これはちなみに1バージョンが近いですね。まず1チャンネルパートを打ち込んでみましょう。テンポとかはこのままにしましょう。テンポは120のままで、ベロシティも12のままで、音色はパッド1、すなわちデューティ比 25% で、レングスコマンドは、まあ、割とこの曲四分音符がよく出てくるので L4 で四分音符としておきましょうか。ではまず最初の音ですね。ドドファーソーラーシーで、最初のドが付点8分音符なので、ドで8のドットですね。次がドの16分音符なので C の16ですね。で L4 で四分音符は省略することができるので、ファソラで C がフラットは B のマイナスですね。でオクターブを超えるので、ダイナリ記号を入れてファソラシドファ2分音符、ミレミが付点8分で、レが16分音符ですね。で付点四分音符なのでドが8分9分、オクターブ下がって CC で、オクターブ上がってレドの四分音符、オクターブ下がってラの二分音符。これで鳴らしてみます。
はい、今サラサラと打ち込みましたけれども、今まで習った通りのことしか使っておりません。やっぱ注意点はオクターブをシとドの間をくぐるときにオクターブ指定を行うというところですね。で、今聞いていただいて分かると思うんですけれども、オクターブがちょっと低かったですね。これオクターブ今4って指定していますけれども、 O4 っていうのがどれぐらいの音の高さなのかっていうのをもちろん頭に入れて覚えておけばスムーズにできるんですけれども、ここは必ずしも頭に入れる必要もなくて、とりあえず指定しておいて高かったり低かったりしたら直せばいいやぐらいの勢いで私はやってます。なので今もそんな感じで低かったので、もう O を5にすればいいだけの話ですね。はい、そんな感じで今1チャンネルパートを打ち込むことができました。では続いて2チャンネルパートですね。復習になりますけども、2チャンネルパートはアルファベットの文字の B から始まる行になりますので、まず大文字で B と打ちます。で、テンポだったりは各チャンネルごとに独立して指定する必要があるんですね。なのでこれはもうコピペします。これで1チャンネルとベロシティだったり音色だったりの設定は同じものが設定されます。では見やすさのために開業しておいて、で開業したら必ずアルファベットの大文字も入れてください。では2チャンネルパートを打ち込んでいきます。はい、はい、今これ結構素でミスりましたけれども、ミスを修正していくというところもやっていこうと思います。まずいきなり音が高いのはなぜなら先ほどコピペしただけなので、2チャンネルパートはこれはオクターブは4が良かったですね。で、ここら辺なんだろうな、シシラドファ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 、あ、間違えた、これソがシャープであるべきところなぜかボケてマイナスをしてしまってますね。なのでこうマイナスじゃなくてプラスでした。そしてもう一つわけわかんないミスしてました。シとドの間にオクターブ指定するべきところをなぜかドとファの間とかいう、なんか今日ボケてますね。まあボケる日もあるみたいな言い訳もしておいて、ドとファの間ではなくオクターブ指定はこのラとドの間にシとドの境目があるので、ここに書くべきところでした。もう一回コンパイルしてみます。はい、今度こそできましたね。じゃあ最後3チャンネルパートを打ち込んでいこうと思います。3チャンネル三角波はアルファベットの C でしたね。で、ここで初めて三角波扱いますけれども、まあ、とりあえずこれコピーするんですけれども、三角波というものがファミコンの仕様上ベロシティという概念がない、すなわち音量の強弱をつけることができないんですね。これはネスバンドという私がやってるバンドの3チャンネルもそうなんですけれども、3チャンネルの三角波は音量を指定したり音量を操作したりすることはできません。なので C という行に関してはこの V12 というコマンドは意味をなさないので、これは削除、テンポはそのままでいいですね。で、この C3 チャンネルは1チャンネル2チャンネルみたいに音色の種類がなくて三角が1つに固定されているので、音色を変更するという概念もないんですね。なのでこのアットマークも全く意味がないので削除しておきます。で、オクターブ指定は必要ですね。で、レングス指定も必要ですね。ではここで今回はあらかじめ言っておきますけれども、勉強のためにあえてミスります。では3チャンネルパート打ち込んでいきましょう。3チャンネルパートは割と簡単ですね。四分音符ばっかなので、もうレングス4でファーミーミのフラットレーでオクターブが下がるのでラ2分音符、C のフラット2分音符でオクターブ上がってファードでオクターブ下がってファーでオクターブ上がってファーでオクターブ下がってラでオクターブ上がってドーファーかな。はい、これで再生してみましょう。もういきなり音がずれてますね。はい、これはなぜかというと、まあ当たり前の話で、最初これアウフタクトといって1チャンネルと2チャンネルは1拍分頭が早めに始まってるんですけども、そこは3チャンネルは鳴ってないんですね。で、先ほどの記述の順番のところでもお話ししましたけれども、各チャンネル独立して初めて記述されたところが楽曲の頭となるので、この C の F、ファの音が鳴るタイミングっていうのがもう曲のド頭に来ちゃってるんですね。なので1チャンネル2チャンネルが1拍分鳴っている間は3チャンネルは待たなくてはいけなかったので、給付を入れてあげる必要がありました。1拍分の給付なので R4、これで四分給付ですね。これで再生してみます。はい、無事ドラクエの序曲の頭を打ち込むことができました。で、ここで気づかれた方もいるかと思うんですけども、原曲とは微妙に違っておりますよね。テンポも違うと思うんですけども、それ以外にもベロシティだったり、あと音の切れ目の部分とかが、これはもう平坦にただ単に音符で打ち込まれているだけみたいになっております。今打ち込んだもの DTM の世界ではベタ打ちなどと呼んだりしますけども、ただ単に音符通りに打ち込んだだけですね。ここで工夫をするからこそより聞き応えのある音楽ファイルを作ることができるというところで、逆に言うとこの今ベタ打ちしたファイルと原曲との間にある差分、その差分こそがこのファミコン音楽の打ち込みで工夫されている点ということができるんじゃないかと思います。で、その差分となる工夫の部分を次回以降の動画で説明していきたいと思います。ちょっと余談にもなりますけれども、特にベタ打ち感がでかいのがこのベロシティの部分ですね。今ベロシティ12というところで、12という音量で全ての音符が時間経過にかかわらず一定の音量で鳴り続ける、これがもうビープ音っぽさが出ていて、それが安っぽさなのかなと思うんですけれども、なので次回以降の動画で説明する音量の時間変化ですよ、音量が時間とともに変化
変化していく。これが入るだけでだいぶ豊かな感じになります。でファミコンで言っても1983年に発売されて、初期の頃と後期の頃でファミコンってだいぶ変わってきましたよね。グラフィックはもちろん、音楽に関してもだいぶ変わっていて、初期の頃は割とベタ打ち感が残る曲もあったんじゃないかなと思います。だんだん後期につれてサウンドプログラマーの方もいろんな工夫を重ねて重ねていろんなことをやっているので、例えば音量があまり変化しない初期のゲームとしては F1 レースのタイトル画面の曲とか1942とか、あとバイナリーランドとかですね。バイナリーランドは私がこの MML の打ち込みを始めた初期の頃に練習で打ち込んでいたファイルがちょうどありましたので、ついでにそちらも見ておきましょうかね。まず再生してみます。ペンギンが左右対称に動くゲームですね。このゲーム結構昔好きでやってました。でこの曲が聴いていただくと分かる通りに、結構音符一つ一つの音量が単純に伸びてるだけになってます。今お聴きいただいたバイナリーランドの曲、これがその MML ファイル、私が昔コピーして打ち込んだ MML ファイルになります。まあこれ何分随分昔に打ち込んだものなので、記述方法とかももうちょっともしかしたら工夫できるところがあるかもしれないんですけど、そこはご愛嬌というところで。音量変化も特にないので、これを見るとお分かりいただけるかと思うんですけども、例えば A、1チャンネルパートもベロシティ15で固定してますね。B、2チャンネルパートもベロシティ14で全ての音符が固定されています。なので、ベロシティが単純というところ、あとは他の工夫に関しても、この曲に関してはそんなに細かいことはやっていないので、MML ファイルがこのメモ帳1ページ分だけで収まる形になっています。これが今のバイナリーランドの曲の全ての MML ファイルですね。なのでこのバイナリーランドの曲であれば、今日取り扱った内容だけでも打ち込むことができるかもしれません。でここでちょっとこぼれ話もしておきましょうかね。今打ち込んだものはドラクエの1バージョンと言いましたけれども、最初のドードファーストのドードの部分が普天8分音符と16分音符になっていましたけれども、これは実はドラクエのナンバリングによって違っておりまして、ドラクエの1と4は今打ち込んだ普天8分プラス16分音符なんですね。まあ4はキーが違いますけれども、に対してドラクエの2と3のファミコンバージョンはこの部分がもっと細かいドードファーじゃなくてドードファーみたいな、2個目のドが超短いんですね。そこら辺も楽譜にするとこんな感じなんですけれども、この楽譜を見ますとドードファーの最初のドが点が2つついてある、なかなか見かけないんですけども、複譜点音符ってやつですね。なので1個目のドが複譜点8分音符で、2個目のドが複譜点で結構使ってしまったので残りの部分は32分音符分なんですけれども、2つ目のドが32分音符となっています。ちなみにこの複譜点音符の長さのお話もしますと、普通の普天音符であれば自分自身の音の長さの半分の長さの音をさらに足す、なので普天8分音符となると8分音符の半分である16分音符の長さをさらに足したものになるんですけども、複譜点になると元の自分自身の音の長さの半分のさらに半分の長さの音をさらに足す、ちょっと複雑になってますけれどもということなので、複譜点8分音符というものはまず普天にするために8分音符の半分である16分音符足しますよね。ここまでで普天8分音符ですよね。でもう1個分のドットで元の8分音符の半分の半分、すなわち32分音符の長さをさらに足してくださいとなるので、まとめると複譜点8分音符は8分音符プラス16分音符足す32分音符の長さとなります。ここでこの動画の最初で説明した音楽の基礎の音の長さのお話が絡んでくるんですけども、一拍という中にあとどれだけ残りがあるかっていうのをかなりこの MML では大事になってきます。一拍を入力するにあたって、一拍の中でなんか16分音符とか普天音符とかいろいろ打ち込んでるんだけども、あれこの一拍を達成するためにあとどれぐらいの長さ残っているっけみたいなことがこの MML を打ち込んでいる時に複雑な曲になってくると生じたりします。なのでこのドラクエの序曲の最初のドは8分音符の長さプラス16分音符の長さプラス32分音符の長さが占められているわけですね。となると一拍の中で残りはどれぐらいの長さが残っているだろうっていうところで、ちょっと計算といいますか頭を使う必要があるんですけれども、8分音符1個分16分音符1個分の時点で一拍の残りは16分音符1個分ですよね。でその16分音符1個分の残りの領域の部分の半分である32分音符分を侵食されているこの複譜点音符によってもうすでにめり込んでますので、結論としては残りの部分は32分音符になるわけですね。なのでこのドラクエの序曲の最初のドードファーソーのドードの2個目のドは32分音符とすることで、ここをまとめてようやく1拍分になるという話でした。それでは今打ち込んだこの複譜点バージョンのドラクエの2、3バージョンをコンパイルして聞いてみましょう。だいぶ2、3っぽさが出てきたんじゃないかなと。もちろんこれベタ打ちなので、本物のドラクエ2、3ではもっと音と音の間に工夫があったりとかいろいろあるんですけれども、とりあえずベタ打ちのドラクエ2、3っぽいバージョンを作ってみました。はい、というところで今日のところでは楽譜を打ち込むにあたって基本的なところのコマンドのお話、そしてドラクエの序曲の冒頭の部分を実際にベタ打ちしてみたというところまでやってみました。次回以降ですね、今日取り扱っていない4チャンネルのノイズパートだったり、あとは先ほどもお話しした音量の時間変化とか、あとビブラートとか音楽的な表現ですね、そこら辺のお話を次回以降の動画でしていきたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。